危険なアトラクション。子供向けアニメを見ている。悪ガキたちが女の子たちをそそのかし、遊園地の危険なアトラクションに乗せてしまう。縦に回転するルーレットのような形の観覧車。ホイールのポケットみたいなところに頭を外側に、顔は正面を向いて乗客は座る。回転中、舌では逆立ちの状態になるので、ほとんど拷問具のようなもの。このアトラクションを正面から眺めて、彼女たちの苦しむ表情を楽しもうという趣向。なるほど、という感じで一緒に眺める。ただし、画面の視界は円盤の上の部分しか見えない。まず小学生くらいの女の子たちの顔が通り過ぎる。遠心力で飛ばされそうなほどかなりの高速。一周すると女子中学生らしき顔に変わっている。そんな感じで回転するたびに年齢が上がり、乗客が別人のように可愛らしくなくなっていく。やがておばさんたちの顔になり、しまいには教師らしき怒ったおっさんの顔まで出てくる始末。やや強引な展開ではあるものの、キャラクターの表情とかそこそこ笑える。だが、やはり漫画だな、とは思う。